どうもこんにちは、本田です。今日は媒介変数表示の曲線と回転体の体積について学ぼう。媒介変数 t によって x イコール t 2乗マイナス1、 y イコール t マイナス1で表された曲線と y 軸で囲まれた図形を y 軸の周りに1回転してできる立体の体積 v を求めてみよう。これ面積バージョンを以前の動画で学んでるよね。媒介変数の扱い方は面積の時と全く同じだぜ。この問題は x と y 2つの式を連立して t を消去すればいつも通りの計算でも解けるけど、この動画では t の式のまま計算してみよう。この問題は3つのステップで計算する。ステップ1、曲線と y 軸との交点の座標を調べる。 y 軸の方程式は x イコール0だから、この式の x に0を代入すれば t イコールプラスマイナス1になる。次にステップ2、 t の変化に伴う x と y の増減を調べて図を書く。 t の変化による増減は x と y 2つの式の両辺を t で微分して増減表を書こう。まず x イコール t 2乗マイナス1の両辺を t で微分すると dxdt イコール 2t になる。 dxdt イコール0を解けば t イコール0になる。次に y イコール t マイナス1の両辺を t で微分すると dydt イコール1になる。 dydt がプラスということは y は t の値に関わらず単調に増加することがわかる。次にさっき求めた曲線と y 軸との交点を表す t イコールプラスマイナス1も合わせて、それぞれの t の値に対する x と y の値を調べるとこういう表が作れる。この表から3点を取って表の左の点から順に滑らかに結べば図はこうなる。ステップ3、体積を定積分で表す。回転体の体積は底面積 πx2 乗を高さとなる y の範囲マイナス2から0まで積分すれば求まるよね。これを t の積分範囲 t の式の積分に書き換えよう。これは x と y 2つの式を利用して置換積分で攻める。まずは区間対応。積分範囲は初めに求めた y 軸との交点を表す t の値になるね。次に x イコール t 2乗マイナス1だから x 2乗イコール t 2乗マイナス1の2乗になる。最後に y イコール t マイナス1、この式の両辺を微分すれば dy イコール dt になる。ということで積分範囲はマイナス1から1までに x 2乗は t 2乗マイナス1の2乗に、 dy は dt に書き換えられる。この定積分を計算しよう。これは積分範囲が符号だけ違うパターンだから偶関数・奇関数の利用を疑おう。中身の式を展開すると t 4乗マイナス 2t 2乗プラス1になる。ここで t 4乗もt 2乗も1もすべて偶関数だから積分範囲を0からにして2倍できる。これを計算すれば15分の 16π、 これ答え。今日の動画内容をまとめると、媒介変数表示の曲線と回転体の体積は面積の時と同じ3つのステップで計算する。ステップ1、曲線と座標軸との交点の座標を表す t の値を調べる。ステップ2、 t の変化に伴う x と y の増減を調べて図を書く。ステップ3、体積を定積分で表して置換積分で文字を統一する。これを理解してから次の練習問題に挑戦しよう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。